3日目の土俵です。3横綱時代の到来という場所でありますが、3横綱ここで土俵入りです。西方より横綱桐ダンサー土俵入りであります。横綱桐ダンサー露払備前焼、太刀持ち北陸越前丸、行司は海坊主であります。では皆さんタイムライン上で一緒によいしょの掛け声お願いします。いきますよ、せーの、よいしょよいしょ、こらのどっこいしょだろ、レッツダンス。まずは桐ダンサーの土俵入り2連勝のスタートです。今日はライバル江戸緑との取り組みです。代わって東方より横綱清水館土俵入りであります。横綱清水館露払銀屏風、太刀持ち大家ちゃん、行司は海坊主であります。では皆さんよいしょの掛け声一緒にお願いします。いきますよ、せーの、よいしょよいしょ、こらのどっこいしょこの野郎、バカおじバカおじ、最近開いてないぞバカおじ。清水館は1勝1敗、2日目に黒星を喫しております。今日は千歳ソーダマンとの取り組みです。東方より横綱白石島土俵入りであります。横綱白石島露払ヨット丸、太刀持ち江ノ電丸、行司は海坊主であります。皆さんまたよいしょの掛け声一緒にお願いします。いきますよ、せーの、よいしょよいしょ、こらのどっこいしょこの野郎、シャレシャレ力こぶ力こぶ。牛乳パックで紙相撲実況中継、3横綱の土俵入りでありました。さあこの後はいよいよ幕内後半の取り組みですけれども、今日の横綱戦江戸緑と桐ダンサー5対2過去対戦はこのところ桐ダンサー3連勝で5対2、桐ダンサーリード。清水館と千歳ソードマン、こちらも5対2なんです。清水館がこのところ4連勝であります。元大関と現在の横綱の対戦という構図です。結びは白石島が竹里団地席の挑戦を受けます。この後は幕内後半の取り組みです。牛乳パックで紙相撲、平成26年9月10月場所、これより3日目幕の内後半の取り組みであります。ナース藤曲がりにハッピー新潟。東方ナース藤曲がり、東前頭5枚目、静岡県出身アンビックベア。西方ハッピー新潟案、東前頭9枚目、新潟県出身ほぼピンベエ。幕内後半戦です。まず土俵はベテランと若手です。ナース藤曲がりとハッピー新潟案の一番から始まります。まあこの対戦ですけれどもね、ナース藤曲が2連敗スタートですね。そうですね、本当は力強い相撲っていうところが売りだったんですけれども、今場所はちょっとおとなしいような相撲が続いておりますね。ハッピー新潟案は1勝1敗です。こちらベテラン31歳になっても元気、突き放しの相撲も出ています。制限時間いっぱい、両者もやってぶつかりました。中に潜り込むナースがお見せとハッピー新潟案ですが、寄っていくのはナース藤曲がりです。押し出し、ただいまの決まり手は押し出し、押し出してナース藤曲がりの勝ち。ハッピー新潟の浴びせもありました。そのままちょっと行ってみてほしい気もしましたけどね、珍しかったからね。いや、相手が悪かったですね。そうですね勝ったのはナース藤曲がり、初日が出て1勝2敗、敗れてハッピー新潟案1勝2敗です。高畑不動明王式神残金に野田 R2T2、 東方高畑不動明王式神残機に東前頭6枚目、東京都出身ほぼピンベエ、西方野田 R2D2 西前頭4枚目、千葉県出身春日部ベエ、マイゴールデンアームープンちょっとそう。こちらも2連勝のスタートです。高畑不動明王式神残機にやはり三役を経験したというのは大きそうですね。そうですね。一方野田 R2D2 1勝1敗、潜り込めるか残機に、制限時間いっぱい、両者もやっていいぶつかりました。見せて切り返しはなりません。野田 R2D2 の勝ち。ただいまの決まり手は外掛け、外掛けで野田 R2D2 の勝ち。潜り込んでいって残機のペースではありましたけど、潜り込んだ後にちょっとやっぱり投げられてしまいましたね。コテンといきましたね。決まり手は外掛けです。勝ったのは野田 R2D2 2勝1敗、敗れて残機に2勝1敗です。湘南トカゲに高尾さん、東方湘南トカゲ西前頭5枚目、神奈川県出身神奈川部屋、西方高尾さん西前頭筆頭、東京都出身春日部部屋、ウェルビジョンウェルビジョン、さあ湘南トカゲ1勝1敗です。高尾さん0勝2敗、湘南トカゲが自己最高位で迎えた今場所、非常に注目されています。浴びせていけるか湘南トカゲ。高尾さんは居反りもありますがどうか。制限時間いっぱい、両者やって使った浴びせた、残した高尾さん、高尾さん残しています。ただいまの決まり手はすくい投げ、すくい投げで高尾さんの勝ち。すくい投げを取りました決まり手です。高尾さん初日が出ましたね。やっとですね。まあやっぱりこういう相手には確実にまあ白星を稼いでいくというところですよね。確かに前回も高尾さんが勝ったという一番でした。高尾さん勝って1勝2敗、敗れて湘南トカゲ1勝2敗となって苦しくなりました。東君に心臓人間札幌、東方東君東前頭筆頭、札幌市出身東君部屋、西方心臓人間札幌東前頭4枚目、札幌市出身タック部屋、1勝1敗同士ではありますが、東君はなんといっても2日目横綱清水館に勝っています。見事なまあ相撲ですもんね。そうですね。まあ年を重ねるごとにやっぱりまあ味のある相撲が取れるような感じになってきてますよね。1勝1敗同士、まあ、心臓人間札幌もおそらくはこの後上位戦がありそうです。初顔合わせ、これも意外です。キャリアの長い両者です。押し合いになるのか。制限時間いっぱい。両者もやってぶつかりました。突き放していくのは東君の方でしょうか。心臓人間札幌が離れている。手は大丈夫でしょうか。心臓人間札幌よく残しています。右の回しも入って東君が下がっている。土俵際、両者土俵際、心臓人間札幌が出る。寄り切りです。心臓人間札幌勝ちました。ただいまの決まり手は寄り切り。寄り切って心臓人間札幌の勝ち。右の回しは常に取ってましたね。いや、分からないものですね。まあ、東君2日目であんなにいい相撲を取ったんですけれども、心臓人間札幌が今日はうまかったですよね。下がる相撲になってしまいました。東君勝ったのは心臓人間札幌2勝1敗。敗れて東君1勝2敗です。片やエイトプリンス東方小結エイトプリンス、東京都出身、ほぼピンベエ。こなた、ティコツーミ、ティコツーミ。西方、関脇、ティコツーミ。千歳市出身、ほぼピンベエ。エイトプリンスが1年ぶりのこの三役の座で2連敗。なかなか三役では結果を残せないですね、エイトプリンス。そうですね、まあ、もうちょっと安定してね、まあ、浴びせだったり、まあ、引き技だったりっていうのが出せればいいんですけどね。なかなかこれ、小結になると難しいというのがあるんでしょうか。まあ、やはりちょっとそうですね、上位陣に当たると、なかなかやっぱり自分の実力を発揮できないというところはありますね。さあ、ティコツーミは大関へ向けて。1勝1敗、もう負けられないという状況になった序盤戦です。押し込んでいけるかティコツーミ。エイトプリンスは体を浴びせて寄っていきたい。制限時間いっぱい。両者もやってぶつかりました。引いていく、はたいていく、はたき込み。ティコツーミの勝ち。ただいまの決まり手ははたき込み。はたき込んでティコツーミの勝ち。懐の深さがいきました。やっぱりちょっとここで浴びせの選択っていうのがなかなか難しかったですね。ティコツーミ勝って2勝1敗としました。敗れてエイトプリンス初日からの3連敗、苦しい土俵です。片や清水ロケット。東方関脇清水ロケット。清水町出身、清水町部屋。このあたり余市山。西方小結余市山。余市町出身、大久海部屋。さあ、大関を目指すもう一人、清水ロケットです。1勝1敗。それぞれティコツーミと切磋琢磨しながらの土俵というふうに今場所になりますね、これは。そうですね。意識しながら。はい。さあ、今日は余市山戦ですけれども。余市山もやはりもちろん大関狙っている力士ですからね。そうですね、まあ浴びせ倒しに磨きをもうちょっとかけてというところになりますね。その浴びせあるか、余市山1勝1敗。清水ロケットはま足を掴んで寄っていく、そういった相撲になるんでしょうか。1勝1敗、制限時間いっぱいです。両者もやってぶつかりました。浴びせたが残していますの上にの体を乗せていきましたが、清水ロケットにここで軍配です。物言いです。勝負審判元横綱タック。マッチョ確認です。ついてるんですね。今余市山の右手はついてますね。右手がついてるんですね。わかりました。ただいまの競技についてご説明いたします。ただいまの競技は確認のための競技でありまして、余市山の右手がついておりますので、軍配通り清水ロケットの勝ちであります。清水ロケット。ただいまの決まり手はイゾリで清水ロケットの勝ち。イゾリです。まあ余市山がね、まあ、清水ロケットこういった形で、まあ、手つくっていうこともありましたので、まあ、真上から浴びせっていうところを狙ったんですけども、厳しかったですね。上にもう完全に乗っかってこれでも清水ロケット体力的な負担がこの後なきゃいいんですけどね。清水ロケット勝って2勝1敗としています。序盤をまず2勝1敗で乗り切りました。そしてティコツーミもそうですね。大関を狙う2人は2勝1敗で序盤を終えております。片や後楽園。東方大関後楽園岡山県出身春日部部屋、こなたしのろの星、しのろの星、西方しのろの星、東前頭3枚目札幌市出身しのろ部屋、後楽園遊園地で僕と握手、後楽園遊園地で僕と握手、2連勝の後楽園、決して盤石という相撲ではありませんが、そうですね、今場所はどうでしょう。なんとなく頑張ってるというところがありますので、もっとね、本当に盤石な相撲を取ってほしいなというところはありますね。本来の相撲とはちょっと違う感じですね。はい、さあ、挑戦するしのろの星、初日からの2連敗、ここで一発大関を倒すという、そういったところも期待されます。しのろの星はどうするといいですかね。やっぱり後楽園前から攻めてくると思うので、しのろの星が距離を取るなり横を取るなりというところの相撲を見せてほしいですね。初顔です。後楽園序盤3連勝で乗り切ることができるか。制限時間いっぱい、両者やってぶつかりました。立ち合い五分だが押し込んでいくな後楽園。小手投げはしのろの下が残します。さあ後楽園の形です。回しを取って両回しを取っていきました。寄り切りです。後楽園の勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り。寄り切って後楽園の勝ち。鼻を使った小手投げもありましたけれどもね、落ち着いてましたね後楽園。そうですね、やはりちょっと正面に捉えてしまうとしのろの星厳しいですね。後楽園3連勝です。敗れてしのろの星3連敗となっています。片や江戸緑エロミロリ、東方江戸緑、東前頭2枚目東京都出身ほぼピン部屋、こなたキリダンサー、キリダンサー、西方横綱キリダンサー、埼玉県出身ほぼピン部屋、序盤3日目でこの対戦です。横綱切りダンサーは2連勝。初日やや危ない場面もありましたけれども、エイトプリンス戦2日目は立ち合い一気の浴びせで勝負を決めました。相手は江戸緑です。この切りダンサー戦となると一気に気合が入るという江戸緑ですが、平幕に落ちての今場所です。過去の対戦は以前は互角だったんですが、この1年ではキリダンサーが3連勝です。解説海坊主さん、はい、ちょっと力の差というのが出てきてるんでしょうか。やはりちょっと江戸緑の不調がありますね。フットワークの軽さ、そして押しの強さというところが失われてきておりますので、ちょっとやっぱり実力に差が出てきてるなというところがありますね。立ち合いですかね、やはり。そうですね、桐谷さんが浴びせてくるので江戸緑がそれをどういなしていくのかというところですね。江戸緑が以前勝った相撲では立ち合い江戸緑がまず押し込んでいくという相撲がありましたよね。はい、そういう相撲がなかなかないですね最近。そうですね、瞬発力を生かした相撲というところが全然見れないですね。瞬発力という意味では今場所の桐谷さんは期待できるという部分がありますが、さあ3日目どうでしょうか。制限時間いっぱいです。両者やってぶつかりました。立ち合いは五分だがキリダンサーが出る。キリダンサーで引いて叩いた。江戸緑の勝ち。江戸緑久々にキリダンサーを倒しました。座布団を投げないでください。座布団を投げないでください。綱を勝手に出さないでください。綱の中に座布団を入れないでください。ただいまの決まり手は引き落とし。引き落として江戸緑の勝ち。江戸緑元大関の意地を見せました。解説みぼうさん、押してダメなら引いてみろというところですね。ただ今日立ち合いも五分でしたね。今日はちょっときちんと受け止められてたっていうところがありますので、意地を見せましたね。江戸緑が意地を見せました。キリダンサーはどうしましたか。いや、浴びせてはいったんですけれども、ちょっとね、やっぱり思い切りがちょっと少なかったなというところありますね。キリダンサーも序盤に黒星ということになりました。2勝1敗です。江戸緑勝って2勝1敗、この後インタビュールームに呼んでみましょう。ぜひ皆さんタイムライン上ね、質問などありましたらお願いします。片や清水館東方横綱清水館、清水町出身、清水町部屋。この後は千歳ソードマン西方千歳ソードマン、西前頭2枚目、千歳市出身、千歳部屋。パカオジ今日も開いてないよ、席出したなパカオジ。さあ元大関が横綱に挑戦という今日の取り組みなんですが、清水館に挑戦するのは千歳ソードマン元大関です。清水館2日目に黒星がありました。東君にやはり元大関に敗れています。そして千歳ソードマン1勝1敗です。さてではインタビュールームですね。放送席祝インタビュー江戸緑関です。久しぶりの登場ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。待ってましたよ。久しぶりでしたね。親方が怒ってないですかね。怒ってないの。キリダンサーに久しぶりに勝ちました。今の心境は。今日は立ち合い押し込んでいきましたもんね。久しぶりに横綱に勝ちましたが、今日は何か作戦などあったんですか。タイムライン上やきみりもさんからはミロリー最近のお気に入りスイーツはってことですが、お気に入りはね、ソフトクリーム。親方にぜひメッセージをお願いします。勝ってよ放送席どうぞ。江戸緑久しぶりの祝インタビューだったような気がしますけど、ね、すごい久しぶりですね。ですね、うん、親方大丈夫ですか、怒ってないですかね。最近ちょっと似てるって言われますから。あ、そうですか。これがというわけではないですけどもね。そうですか。江戸緑勝って2勝1敗です。さあとなれば千歳ソードマンが続くかという期待もありますが、過去は5対2です。清水館がリードしています。さあではここで、以前千歳ソードマンが勝った一番と清水館が最近勝った先場所の一番を続けてお送りすることにいたします。音声も今日は当時の実況音声をお届けすることにしましょう。どうぞ。制限時間いっぱい。よしみやっていけ。勝った。押し込むな清水が見せたが磯利です。大関の勝ち。ただいまの決まり手は磯利で千歳ソードマンの勝ち。いっぱいです。よしみやってい、ぶつかりました。立ち早い浴びせ倒し、清水館の勝ち。ただいまの決まり手は。はい、お送りしました。まあこのところはご覧のようにね、先場所の相撲もそうですけども、強引に横綱がいくという感じですけれどもね。やっぱりこういう豪快な一番ちょっと欲してますね。清水館には、はい、そういうのがあった方がいいと期待してますよ。ちょっとでも2日目の負けがあるんでね。そうですね、まあ、やっぱりちょっと思い切りの良さっていうところを前面に出してほしいですね。思い切りの良さがやはりないとこの力士っていうのはやっぱり心配ですよね。はい。さあ元大関の意地、こちらもあるでしょう。千歳ソードマン1勝1敗、横を取れば分かりません。あるいはイゾリもあります。結び前の一番です。制限時間いっぱい。両者やってぶつかりました。横を取れるか、横を取ったぞ、引いていた、引き落とし、一戦争ど真ん中勝ち、元大関が意地を見せます。そして清水館連敗です。座布団を落とさないでください、座布団を落とさないでください、座布団の上に乗せないでください。ただいまの決まり手は送り出し、送り出して千歳ソードマンの勝ち。どうした横綱。いやー、押しでも負けてましたね。うまくいなされてましたね。やはり立ち合いですね。そうですね。やはり元大関がこうして平幕上位にいるっていう怖さはここにあるんですかね。いや、やっぱりちょっと相撲に勢いを感じませんでしたね。何か警戒しながら出てしまっている清水館、2日目3日目連敗、まさかの黒星先行の序盤、1勝2敗です。千歳ソードマン勝って2勝1敗、祝インタビューこの後あります。3日目の結びの一番です。東白石島、白石島西竹里団地関、竹里団地関、東方横綱白石島、岡山県出身春日部部屋、西方竹里団地関、西前頭3枚目、埼玉県出身春日部部屋、呼び出しは大輔、行司は海坊主。本日結びの一番であります。波乱の3日目、横綱になって初めての結びの一番を務めます新横綱の白石島です。それだけにこれはもう初めての結びというのが責任重大になりました白石島です。2横綱が敗れているという中での結びを務めます。全員横綱が負けるということはあってはなりません。相手は初挑戦です。竹里団地関1勝1敗、先場所桐ダンサーに勝って金星をつかみ取っています。さあここでも見せるか、初顔です。さあ祝インタビュー、放送席清水館に勝ちました祝インタビュー千歳ソード番関です。こちらもお久しぶりという感じですがおめでとうございます。さすが元大関という意地ですね。ちっちゃいって言うな。立ち合い、うまく清水館の力を逃がした感じありましたけれども。そうですね。清水館、ちっちゃいって言うな。久しぶりに清水館に勝った今の気分、かなりいいんじゃないですか。最高です。今場所は平幕ですけれども、この後も大暴れ、期待しています。では最後にぜひ千歳市の皆さんに一言お願いします。千歳ソードマンって言うな。放送席どうぞ。これは別の人へのメッセージでしたね。確かに千歳ソールマンって言ってましたね。初日に解説の方がそうですね。だからどこの解説の方でしたっけね。あの人ですよ。ちょうどあの人ですよ。番付編成委員の人ですか。そうですね、清水館の親方ですよ。ああ、そうですね、清水館の親方ですね。だから千歳市民の方々が別に千歳ソウルマンって言ったわけじゃないんですけどね。そうですね、かなり悔しい噛まれ方ですからね。そうですね。もうちょっとなんとか噛めなかったのかっていうレベルの。野球にもさんがお懐かしいやソードマンっていう。やきみにもさんから竹里団地関に4階の人頑張れというコメントも届いております。なぎ倒されましたからね、2日目にね。2日目はね、さあこれはでも大変ですね白石島。この勢いあると思いますよ、竹里団地関も。横綱としてこれ最後はしっかり締めないとっていうのが強いんじゃないでしょうかね。3横綱が負けるっていうことありえますよ、これでも本当に。まあ決して盤石とは言えない2日間、白石島でした。さあ竹里団地関、まあ、4回の人という声もありますけれども、はい、さあ結びの一番です。制限時間いっぱい。両締めやってぶつかりました。立ち合い、左の回し入った。白石島の形、寄っていく、寄っていく。残す竹里団地関、よく残した。土俵際です。左の回しはまだ入っています。横を取りました。今度は白石島。残すのは竹里団地関です。残しています。土俵際です。回り込めるか。左の回しはまだがっちり。落ち着いていきたい白石島。寄っていく。もう一度寄る。もう一度寄る。土俵際、寄っていく、寄っていく、もう一度寄る、寄り切り、白石島の勝ち。ただいまの決まり手は寄り切り、寄り切って白石島の勝ち。最後、ここも慌てませんでした。冷静にいきましたね。ただ、このままずっと竹里団地関が耐えてたら、はい、分からなかったですよ。白石島、少しずつ少しずつ土俵際まで追い詰められてましたからね、こうやって。そうですね、はい、確かにそうですね。このまま行ってたら危なかったですね。体を入れ替えようとしていたところだったかもしれません、ね、横綱白石島は勝って3連勝としています。牛乳パックで紙相撲実況中継3日目を終えました。9月10月場所です。弓取式です。弓取式は江戸緑と千歳ソードマンであります。2人ですね。元大関の共演という感じなんでしょうか。珍しいですね。そうですね。でもこの2人やっぱり活躍しましたからね。確かにね、今日はそうですね、はい、では皆さんタイムライン上で一緒によいしょの掛け声お願いします。いきますよ、せーの、よいしょよいしょー、千歳ソウルマンって言うソウルマンはね確かにですね全く髪型まで違いますからねきっと。そうですねいい取り引きでございました。さあ連勝スタートの上位陣がなんと横綱1人大関1人だけになりました。さあどうなるか今場所、これ最後にもう時間がありませんが三本さん、はい、今後の展開どうなりそうですか。いやー僕は期待してますよ本当にね。ダークホースの存在、まあ、横綱以外が優勝するっていうところ僕は今場所ぐらいちょっと行きたいなと思ってますね。その中で白石島後楽園が全勝できたというのは、まあ、やはりこの辺りの安定ぶりというのも強固なものなのかもしれません。牛乳パックで紙相撲実況中継秋の戦い、ぜひ中盤以降もご期待ください。実況私山田大輔、そして解説行司叩き役は海坊主でお送りしました。中盤4日目の取り組みでお会いしましょう。波乱の3日目でした。見上げた青空つながってるよ。